聞いてくれ。新桜大戦なるものが発表されましたよ。嬉しい。嬉しい。ということで、今回の桜大戦2実況のパート3はいきなりこの動画を見ていこう。その新桜大戦のプロモーションかなんかのビデオをな、みんなで見ていこう。心して見ていこう。いや、見たけど今見たけどな。ぜひ見てほしい。桜大戦が今復活だぞ。すごいじゃないか。そしてメインキャラクターデザイン、久保タイト、ありがとうなすでおなじみの久保タイトさん先生じゃないですかね。もう許せるぞいいってやつだな。あんまり知らない。あんまり知らない久保タイトのことは。そういう人なんだろうなっていうことしか知らない。あの網タイツで、金髪か茶髪かで、あのサングラスかけてムキムキの人でしょっていう人がメインキャラクターでございますよ。素晴らしい。嘘です、ちょっと失礼します。ブリーチの人でしょ。ということでね、まあ見ていきましょう、見ていきましょう。音楽は田中康平だから今まで通りなんですけどもね。あのキャラクターが、つまり今まで藤島康平だったのが、まあ久保タイト起用ですわな。赤堀悟とかも関わってないのかな。主人公の人はやっぱ二刀流ということで、新作が かっこいい。押してまいる。タイの字に層がちゃんと太いになってる。テレッテレッテレッちゅうことでね、桜大戦の新作が、俺がなんかふらふらっとこう桜大戦の実況などをしていたら、あら不思議、桜大戦の新作も出るってよっていうことですよね。嬉しいな。何年ぶりだ、10年ぶりぐらいで桜大戦の新作だぞ。しかもプレステ4で、ドリキャスで出してほしいけど、それは無理、さすがに無理だろうけど。ということでやっていきましょうか。桜大戦の新作のレビュー実況をするわけだよね。これは桜大戦をやっていくんだって話だよね。ただね、あの桜大戦多分新作出て知らない人が多いと思うんで、そういう人はあのよかったら自分の動画を見ていただけたらいいんじゃないかなと。なんとかその桜大戦の新作が出る頃にはね、多分これも2が終わってると思うからね、まあ、多分3と4は終わってないと思う。絶対来年か再来年ぐらいで終わるわきっとね。桜大戦の新作やりてー、あープレステ4持ってねー、プレステ4持ってねー。フェンフェンペリン。桜大戦2ね、あの新たに桜大戦をね、あの興味持ってやりたいっていう人はね、個人的にはね2から始めるのがいいと思いますよ。2から、なんでかっていうとね、1はやっぱ古臭い。2はね、あのなんかこうみんな知ってる中で、みんなそのもうその知れ大神のことは知ってる中で、プレイヤーは知らないじゃん、他のキャラクターのこと。なんかこうちょっとのちぐはぐが、あれどうなってんだこれみたいな手探り感で入るじゃん。桜大戦を2から始めた俺からすると、2から始めるのはいいと思ってしまう。まあまあね、さすがにね、古臭いシステムも全て古臭い。でれてれれれちゅうことでね、まああの2から見てもらった方が俺はいいと思うんだよな、桜大戦に関してはね。でも久保タイト先生の写真、桜大戦に関して言うと、まあ、キャラデザインはね、あの主人公はやっぱり大神将尉が、大神さんがいいけどね、大神一郎がいいけどね。ちょっと目つきが悪すぎる。なんかこういうのいろいろあったような気がするな。ほう、携帯電話みたいなことのシステムを教えてくれている。番号が分かってる相手にはこのボタン一発で通じるね。
どんな世界やね。ただこの時代はまだ携帯電話あんまり普及してない頃だから。え？まだ携帯電話出てないんじゃないかな。ポケベルとかの時代かな。PHS ないと思うな。中時代でございます。はい、うちのいる花屋敷支部に大神藩の方から通信してくれへん。はい、花屋敷支部の通信番号は。新作の対戦キャラデザどうすかね。他のヒロインが他のヒロイン見てもさ、やたら胸のでっかい人とかいてさ、こうあの奥ゆかしさ、そういうものを感じ取れなかった。このね、この周波数のところがビビビってなったところだったら、そこは繋がった気がする。知らない番号でもね。ほら、買った。はい、こちら花屋敷支部や。聞いてないようで見てた。一人でちゃんと通信できたようやね。まあ、桜大戦のキャラクターっていうのはちょっと一癖二癖デザインにあるぐらいがちょうどいい。大きい画面でゆっくり話しましょうか。話しましょうか。このコーランなんてのもすごい奇抜、ちょっと太った。聞こえてます？これこのビジュアルでヒロイン、サブヒロインっていうかさ、名を連ねるわけだ。メガネ、猛虎弁で、そばかす、パッとしない髪型、中国人。そんなノリでもヒロインの一角を。に名を連ねるっていうところが、まあ桜大戦のいいところというかね。カンナとかもさ、攻略対象じゃん。あのヒロインってのは、そのヒロインであればいいだけじゃなくてっていうね、そのヒロインヒロインをこう、ヒロインヒロインシスタープリンセスみたいな感じでさ、ヒロインヒロインしたやつを12人集めるんじゃなくて、ちょっと一癖二癖ありそうだね。そのこう合わせるから、こうなんつったらいいかな、美味しいカレーライスになるみたいな、そういうことですよね。魚介類ばっかり入ったんじゃちょっとあのね、シーフードカレー、タコ、イカ、貝、カキみたいなのが入ったのはのじゃなくて、魚介も入っ、タコが入って、人参が入って、じゃがいもが入って、そして鶏肉も入ってみたいな。だから美味しいみたいな、そういうことですよ。桜大戦にはいろいろなね、食材がこう混ざり込むことによってね。カンナのビジュアルは2が一番いいと思うんだけど、そうでもない。クリリン、てかルフィ、ルフィじゃない、カンナとかも広いんだからね。性的な目で見てる人もいるっていうことだよ、割とね。そういうことだよ。お邪魔します。コーランはやっぱり こっちは可愛いんだけどな、立ち絵がいまいちなんだよ。気にしてはいけない。すげえ、スカイプよりも進んでる。重いぞ。電気がどうなってる。電気っていうかエネルギーは。ということは、あら、すみれさんじゃないですか。新桜大戦ではどうやら管理人がすみれさんらしいですよ。すみれらしいですよ。トップスター。12年後とか言ってたけどな。4から12年後だろ。何歳なんだろうな。30とかじゃないのか。この時点で19だったような気がする。16かプラス2年経って18かプラス12年経って30ぐらいだよ。新桜大戦でもすみれくん30ぐらいだよ。全然いける、全然いける。クドハルぐらいだ。誰だよクドハルって。誰だよクドハル。クドハルぐらい、30ぐらいでもクドハルぐらいだから全然いける。あらカンナさん、スミレに惚れて桜大戦2買ったところあるからな。マリア、立場。この感じがすげえあれだ。あの、
なでしこ感ある。こちらマリア橘。機動戦艦なでしこ感ある。聞こえますか？はい、聞こえます。姿勢やるときは左手にマウスカーソルを、右手にコントローラーを持ちながら、マイクの位置を気にしながらやるスタイルでやっていきます。左手にマウス、右手にコントローラー。だこれだとコントローラーの方が動かないから、コントローラーの方はボタンしか押せない。私はニューヨークに向かう船の中から通信しています。よく通信できてるな。どういうシステムなのそれ。衛星じゃないの、ね、電波が飛んでるの。海の上にいるのに、この小さいマシンから電波が。背景どうなってるの。背景キネマトロンのおかげだ。あら、スネさんが作ったものだけにいつ爆発するかどうかと心配ですけど。あれ、スミレは何してんの。早く帰ってこいよ。めっちゃ肩出てエロい。めっちゃ肩出てる。この桜、もっと桜一の面々がさ、徐々に合流していく感じ良いよね。桜一の古株たちは後から入ってきて、で新キャラの方が先にいるみたいな、先になんかこう助っ人として入ってるみたいなね。だんだん入ってくる。おお、どうしたどうした。どうしたどうした。あら、それはひどい。あれ、それはひどい。まあ、実家なんてすぐに抜け出してみせますわ。ちゃんと実家を大切にしましょう。このね、髪型が好きなんですね。この髪型が。でも無条件で、ここじゃねえよ。ここら辺のこういう感じがね。また、電撃でお会いしましょう。好きなんですね。では、多分これはフェチズム。差し掛かってる気がする。なんつうんかな、ボブじゃねえよな。なんつうんだろう、セミロング。花組のみんなのことよろしくお願いしますね。はい。よろしくお任せされました。ありがとうございます隊長。いや、礼には及ばんよ。礼には及ばんよ。大神さん、うちもそろそろ失礼するわ。はい。どうぞどうぞ。すごい発明家だよな。ほんなら大神藩、さいなら。ほら、すっとこう終わってしまった。楽しい時間はあっという間。織姫とかいう爆弾娘、あんなキャラ、今とかだったら一部右翼の方々が怒り散らしてしまう。日本すげえしてないと。日本の男とかバカにされたら全人口の4分の3ぐらいが怒り狂いそう。男全部的に回した上でみたいな。そうでもないか。まあそういうなんかこう、あ、30分もあれば見てもらえるんだって。10時まで。あと、さくらくんのこれは下着と言っていいのか、寝巻きと言っていいのか、浴衣と言っていいのか。2の桜が一番バランスいいよな。一番バランスいいよ。太すぎず、細すぎず、一番バランスがいい。ねえ。かわいらしい。よし、行こう。織姫くんもかい？桜くん、制裁ルートみたいな気持ちで行きますけど、いいっすかね。浮気していきたい。やめとこうぜ、織姫くんは。はーい、誰ですか。少尉さん、こんな時間に何の用ですか。開いた。お、普通の服になってるとやっぱり、うん。何の話か知りませんけど、私眠たいんですから手短にお願いしますね。織姫もまあ、うん、気をつけないと。よし、行くぞ。
もう寝るとこだったんですかねってことで服を見る。黒髪のこと言ってどうする、余計なお世話すぎる。服、胸元とか見たらもう一発で終わるから。ネグリジュです。あ、難しい。サクル君にはちょっと、刺激が。大惨事。怒ってますか？ちょっと目を見て話そう。神じゃない。目。ここで目をそらさないのがね。猫ならそらした方がいいかもしれないからな。俺は猫ではない。こう、ネゴシエーション。よし、この辺りでもいいだろう。単刀直入に誘う。男らしく行く。時間がね。いい気分転換になる。うわぁ、時間が。もうたくさんありすぎた。まあ話をする機会はまだいくらでもあるし、目回りは二人で行こうかよ、さくら君。二人で行こうじゃないか。二人でしっぽりと見回りをしようじゃないか。ねえ、織姫なんてのはもうそれに捨ておけってなもんで。二人でしっぽりとね、夜の提供歩いて回ろうじゃない。おっと、お化けの一つでも。あれ、さくらくんがいない。お、どうした。なんだ、さくらくん、ここにいたのか。大神さん、ほら、外を見てください。ほい、外ね。ずいぶん高い。ドローンで見てますね。ドローンあたりをこう飛ばして。上京したばかりの私は、なかなか帝都に馴染めなかったんです。まあね、そんな時最初に好きになれたのが、宮城出身でしたっけ。ここの眺めでした。高いドローンからの眺めがなかなか。この街の明かりのようになりたいと思ったんです。ドローンからの眺めをこうしていきなりこう見たみたいなことになっておりますけども、この高さ俯瞰してる舞台で輝いていたい。道行く人の足元を照らす強くて温かい街の明かりのように、帝都の平和を守りたい。それはまたよし。あの光のようになりたい。今でもそう思ってます。大した心がけじゃ。あっぱれ織姫さんがどんなにわがままに見えても、私にはわかるんです。今の織姫さんは上京した時の私と同じなんです。関口さん、馴染めなくて、関口博士にあっぱれを、あっぱれをねだろう。それを素直に言えない。でも私信じてます。織姫さんと並んでこの明かりを見る日が来ることを。そうか、織姫さんがこの明かりの美しさを分かってくれる日が来ることを。まあ、大して明かりじゃねえよ。ごめんなさい、長話をしてしまって。イタリアとかの方が進んでる。見回りの途中でしたね。でした。それじゃそろそろ行きましょうか。制裁感ある。さくら君が制裁感を醸している。どうすっかな。実際問題どうすっかな。玄関は戸締まりよし、戸締まりよし、そして火の元よし。今回これだけで20分経っちまった。あれ、なんで20分経つんだ。キネマトロンのせいか。キネマトロンパートがなかったか。だって新桜大戦のね、あの動画1分しかないもん。火の元よし、次、中庭の戸締まりよし。舞台裏とかに泥棒が潜んだのかもしれない。舞台袖
おっと、何やつ。おろ、アイリス。こんな時間にどうしたんだよ。夜更かしはダメだぞとは言わない。ははは、はアイリス、悪かった。かくれんぼだ。一生部屋にいるから一本取られてない。はあ、服でしょ。もっと近づけっちゅうことじゃないのか。鏡、この辺は、上の箱は、やっぱここしかないっしょ。え、ダメだ、難しいですな。あ、本当だ、影が。そうか、衣装の後ろに隠れてたのに、すっかり忘れてんな。なんかこんなのあった気がする。うつろに記憶の中にこういうのが頭の中にあるな。そうか、バカが、バカアザラシがと思ってるな、視聴者が。影あるだろ、そこに。気づかなかった。さあ、見回りを続けようか、さくらくん。あ、もう時間ないじゃん。時間ないじゃん。ということで、時間ぴったし、さくらくんを部屋まで送り届けて、男はあげたってなもんだな。時間ぴったし、さくらくんを家まで、部屋まで送り届ける。そこまでするのが、男、大神一郎です。あ、違った。はい。部屋まで送るよ、部屋の前まで、部屋で前で言っちゃってる。面白くねえよ。俺は、真剣に。10時ぴったしに桜くんを送り届けたつもりだったのに。あー、なんか空回ってんな。そういうのが俺の日常の常でございますな、空回ってる。ちゅうことでここまでしますか。20分経ったでね、続きは近い。